影暗殺、そしてクーデター失敗、数人の部下と共に矢に下り抜け人となった男。鬼人ザブザ、お前みたいなガキは誰にも必要と耐えち、言ったはずだ。俺たち忍びはただの道具だ。俺が欲しかったのはあいつの能力で、あいつ自身じゃない。本当の忍者ってのは、いくつもの視線を超えた者のことを言うんだよ。俺様のビンゴブックに乗る程度になって初めて忍者と呼べる。お前らみたいなのは忍者とは呼ばねえ、ただのガキだ。人は大切な何かを守りたいと思った時に本当に強くなれるものなんです。あんなことされて何とも思わねえのかよ。お前ってばずっと一緒だったんだろ。ガトルが俺を利用したように、俺もハクを利用していただけのことだ。あいつはお前のことが本当に好きだったんだぞ。お前みたいに強くなったら本当にそうなっちまうのかよ。忍びってのは自分の存在理由を求めちゃう、ただ道具として存在することが大切さ。だから忍者ってやつは皆知らず知らずそのことに悩んで生きてるのさ。ザブザやあの子のようにな。